か。行きましょうか。家ごと落語、藤井褒めのことでよろしくお願いいたします。どうぞ。我が子ちゃんがなに、あ、いやいや、今日あんたよく似合ったちゅうのは他でもないね。まだフラフラしてるっていうことを聞いた境に、銭儲け世話したのかいな、こない思うてんねんけど、どないや。はっ、銭儲け、よろしいでね、小遣い稼ぎ、いい話しすぎですわ。はい、やりますよ。やるか、まあまあやんねやったら話もしたらけれどな。あ、わしゃ、この間は妙見さんへ行った帰りに、池田のおっさんとこへ行った。ああ、池田のおっさんちゅうたら、お前も知ってるやろ、家の牛、建て替えや。ああ、それがちょうど終わったとこや。あのおっさんのこっちゃ、まああっちゃこっちゃ言うていろいろ自慢しながら店にもらった。それは立派な不審やったんやで。ところがな、その不審に一つだけ傷が。傷ですか、せや。向こうの台所の大黒柱に死に節中という節穴が一つ開いてあった。これを向こうのおっさんがえらい気にしよう。なんぞこの穴を隠す工夫はないかいなちゅうてわしに食べてきやった。わしも思いつかんことはなかった。思いつかんとこはなかったんじゃが、まあそこで言うてしもたらこの話はしまいじゃ。あ、そこでや、その穴を隠す工夫ちゅうのは今からお前に教えたろさかい。お前がおっさんとこ行って言うといい。ほなおっさんが喜んで小遣いくれるな。なるほどね。え、よう、そんなこと考えていただきまして。ほな俺早速あの家のおっさんとこ行ってきますんで。ちょっと待ってな。え、いや行くもんはいいけども、わしは何も言うてへん。大体な、向こう行ったら家の一つや二つ、え、無人の一つや二つ褒めないかね。よう褒めるか。いい、褒めまんの、無視。褒めたことお前から、無視ってなもんどないしてよ、褒めまんで。これいろいろとやり方はあんねやけれどもな。わしが見たところは、表はそう一面の飛ばずにやったな。それからうちらへ上がって庭がちりめんじっくり、上がりが町が桜の三軒は不死なしの通りも、それから家へ上がって畳がビンゴ、表のよりへり天井が薩摩杉の大空もか、さらに奥へ通って南天の床柱、萩の違いだな、黒垣の床が町。ちょ、まとくなれ。いや、あとそんなベラ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 言うてありますけどもね。え、誰が言いまんねん。誰が言いまんねん。あんたが言うにゃ。あんたに言えるかな。何をのけだ。ええかいな。え、まあ、いっぺんでね、覚えられへんと思ったら紙に書いてでも覚えないかな。紙にね。まだこれ紙に書いて覚えますな。さっきと違う紙でした。ね、着物に合わせて書いてきました。え、まだこれ初めまずそんなにして書けまんねん。ああ、初めはな。表は総一面の戸川造り。表は総一面の戸川造り。だからな、うちらへ中へ上がって庭がちりめんじ。上がりが町が桜の三軒半節なしの通りも。あ、ただこれは言うとくぞ。言うだけではあかんねん。ああ、手で二三遍こう撫でてみよう。なるほどね。上がりが町が桜の三軒半節なしの通りもん。あ、ただこれは言うとくぞ。言うだけではあかんねんぞ。で、手に三遍こう撫でてみんや。そら何を書いてんねん。そら何を書いてんねん。そら抱いてもええちゅ。そら抱いてもええちゅ。まあ、ようやるな。二回目やのにな、いらんこと言わんで。え、何が二回目いらんこと言わんで。大体な、それはお前の心の中で覚えといたらええもんじゃ。さあ、それからね、お家上がって畳がビンゴ表のよりひり、畳がビンゴ表のよりひり、それから天井が薩摩杉のうずらもく、さらに奥へ通って南天の床柱、萩の違いだな、黒垣の床が町、こういうところを見ますると今日の金閣寺が裸足で逃げそうだと。ほう、残念な、えらいもんでんな、あんた。もうそんなめのことを言うたら、あの金閣寺が喜んで足が生える。何を真に受けてんねん。違うぐらい。ほらな、褒め言葉、洒落言葉。まあまあ、そんだけのこと言うといたら、まだ別でおっさんが一層喜ぶと。ああ、こういうこっちゃな。なるほどな。まだこんだけ書いたらもうええか。いやいや、そっから。な、まだまだいっぱい褒めないかね。それからな、床の間に、富士山の絵が描いた掛け軸。これがかかってあったら褒めとる。な、おっさん、ええ軸かかったんな。とこない言うて。また向こうのおっさんのこっちゃ。何を言うかす。お前らごときにこの軸の良し悪しが分かってたまるかい。こない言われたら言うたらな。穴どんな、穴どんな、ビシッと言うたらな。穴どんな、小敷の子も3年経ったら3つになりますで。あら、男優の富士でお前をかな。どこで分かるかと言いますと、型に食産人さんの歌が書いてございます。お、その歌はとおっさんがどうたれば、当人よ、ここまでござれ天の原、三国一の富士が見た。
たくばと書いてありますとな言うてみな。おっさん驚くぞ。おっさん驚くか。ああ楽しみやな。俺は何してるけどな。たまにやることはねえんやな。さあさあそこまで行ったのな。今度は洗剤へ行って夏目型の蝶ズバチ。こらおっさん自慢の意図しねえ。これも褒めとる。あらまあ30円ぐらい出してこうたと言うてはったけれどもな、興味のこっちゃ50円も出しなはったんやろうと言うたらおっさん喜ぶわ。まあまあそんだけのことが書けたのな。さあ今度はお待ちかねの台所を聞いてないかな。まず台所に案内をしてな。で大黒柱を見るなりな、おっさん立派な柱でんな、ほら美醜尺王山ヒノキの八寸閣審査で四方がさ、こういった木はちょっと他には思えへんなとこない言うといてから節穴を見てな、おっさん、えらいところに節穴がおまんな。こんなところに節穴があったら仮装に関わりますぜ。ええ知恵仮装かと、ほな言うて。おたらあのおっさんのばっちゃんな、どうせお前らごときのうち、埋め木をせえとか木を削れとか、こない言うにやろと言われたら言うたれ。埋め木をしたら木に傷がつく。木を削ったら柱が細なります。あれへさして秋葉藩のお札を貼っときなはれ。日よけ魔よけになって、節穴が隠れ魔よがな。こない言ってみな、秋葉藩言うたら日よけ魔よけの神さんな、そこの穴の上にお札を貼ってたら節穴が隠れるね。一へ貸してくれたらちょっとおっさんそこで小遣いの2円をくれるな。やっと出てきましたら、そこで2円をくれる、あのおっさんが2円をくれる。くれなんだらあんたが受けよう。なんでもそんな受けようはないかんやから、そんだけ言うたら大丈夫くれるからな。でもそんだけのことを書いたら、まあおっさんとこいといて。そこでかい、あたらね、これ早速持っておさんとこ行ってきますわ。行くのはええけどな、今すぐ行ったらあかんねやで。ちゃんとそれ覚えてから行くんで。分かってますさ、王の気に入さんやろ。さあこの青が、帰りましてね、家へ帰って、この今書いたやつを広げてね、もう夜もねと一生懸命に覚えるかと言いますと、先ほども説明しましたが、そんな男は落語の方には出てきませんでね、この男のご多分に漏れずのんきな男でございますから、そのままぐーっと寝てしまう。明くる日の朝になりまして、昨日書いたやつをこう懐へ入れたまんま大阪を出発いたしまして、北へ北へ池田へとやってきよった。池田のおっさん、今日の天気はどうかいなちゅうて表へ出てきたところに、この青がやってきよって。うちおっさん、えらいご無沙汰してあります。おかわりありまへんかいな。えらい慣れ慣れしよっちゃるが、わしも最近メカドが太なって、声だけやったら誰かわからせんのに。顔上げて見せとおくね。おっさん、なんや池田っちゅうたらこんな軽快なミュージックが流れてんの。嫌な予感がしてきたぞ。とにかくな、声だけやったら誰かわからんちゅうてるな。こんな顔やよう見とけば。大阪のアホかい。さっきよりお前笑顔が硬い。何が、お前みたいな青がうちへ来なんだよ。さかいにこっちは安心しとったんじゃ。今日何しに来た。何しに来たって、今日はなおっさんところの夫人を褒めに来たぞ。夫人、うちの夫人のことちょっと大阪の人間には言うてへんつもりやったけどな。空に聞こえてるか。聞こえてるかてなもんや。お前がさ、えらい騒ぎやで。朝なんかテレビの臨時ニュースで。アホなこと言うてんやないよな。大阪からなわざわざ褒めに来てくれたんじゃ。せいだよ、褒めて帰って。そうか、あたら褒めて帰るけれどもな、おっさんどっから褒めたんだい。そんな聞き方するやつがあるかい。褒めてやさかいにあんたが気に入ったところから順番に褒めてくれたらええ。そうかい。あたらな、おっさん表から褒めようと。なら表から褒めたってうちの表に言うたらこれやから。これか、おっさんところの表。なるほど、立派やな。表が総一面の土間作り。どないしたよ。口調変わったね。それ以上に今一瞬なんか止まったね。どないしてん。なんかお前、表が総一面の土間作りってな。えらいことが分かるんだ。えらいことが分かってるやろ。な、今日はちょっと仕込んできてみようなあ。それからな、うちらへ入って庭が中面じっくんや、上がりが町が桜の三軒半、串なしの通りも、ただこれは言うとくぞ、言うだけではいかんねんぞ、手で二三連行撫でてみんや。お前が撫れんかいな。忘れてたもんね。フィザータッチでね。局長に合わせて。
悪いなお前。家をそんなフェザータッチで撫でるな。さあ入れ。お家上がると早上がれ。ほんまにもお家上がりますと、あったあった、畳が貧乏のボロボロ。なんやってお前。あった、違うな、間違えた。え畳のその下に土管を使って潜ってコインがザックザック。何を言うてんねん。何に影響されてんねん。ちょっと仕入れてきたのにな。あ、違う違う、うん、畳がビンゴ表のよりヘリや。ちょっとの違い、えらい違いじゃん。しかしあの話じゃ、コインってなんじゃないかよ。最高賞めちゃくちゃやないかお前。どうしたよ。さあ怒りな、怒りな、こっから一生懸命褒めんやさかいに怒りなんてね。それからおおさん次は天井やな。うん、天井が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 、お前の声のキーはどこに支配されてるの。なんでだんだん高なっていくんだよ。天井がどないして。え、ちょっと待って、天井が、天井がさ、天井、何のことなくなった。天井ガラスやつ。カキオとギターが悪い。何の話だ。ギターって何やろ。え、大体のお前そこまで言うたら分かるわな。天井が薩摩杉のうずらも。お前らこの家で詳しいな。当たり前やから。わしの家。あ、せや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 。ええ。おこりだ、おこりだな。それからな。奥へ通って南天のとこわしら、兄の違いでは黒垣のとこが町、こういうところを見ますると、今日の金閣寺が裸足で逃げそうな。わあ、えらいもんでんな。そんだけのことを言ったら、あの金閣寺、足が上がりますか。お前、体調悪いんか、今日は。どないしたんや、急に。キリセンでキリセンだとこちらやらしこちらやらしな、それからな、おっさん、掛け軸がかかったんだ。忙しいやっちゃなお前は大体。何か掛け軸、うん、そらお前らごときにな、その掛け軸の良し悪しが分かってたまるかい。おっさんやっと台本通りに来やがったな。おっさんぐらい台本通りに来てくれんとな、こっちは気がかりが他にあんねやさ。頼むよおっさん、何怒られてんねん。台本通りに来やがったな。穴の穴どんな穴、穴どん穴、穴穴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 どんな穴とビシッと言えてへんがな。どないして。違うから、え、穴どんな穴、うん、古事記の子も3年経ったら6つになります。で、なれへんなれへん、3つやから。あら、丹遊の富士でお前よがな。どこでわかるかと言いますと、まだ何にも言うてへん。型に食産人の歌が書いてございます。その歌はとおっさんが問うたれば。誰も何も問うてへんけどな。当時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 うによううによううによこうによこうによここまでまでごまでござれまでござれあまあま三国一の富士が見たくば。言えた、言えてへん。最後の飛行感が良かっただけやろ。全然言えてへんが。おっさん、夏目方の長寿町がええー、なあ。お前何かわい、え、そこからお前先生の夏目方の長寿町が見えるか見えまへんか。民と言うてんのかいな。え、民と言うたらいかんからちゃんと見てから言わないかな。夏目方の長寿町って言うたらこれや、こ
の爪がたらちょうつば近いな。なるほどな。ああまあ30円ぐらい出してこうなんやろうけれども、あれは暑い夏の日やったな。その頃やおっさんが50円も出してこうたんやろ言うたらな、あの時のおっさんはえらい喜んでたな。何の話やねんお前、なんで急にそこ言ったりすんねん。何の回想シーンやねん。なんで元で知ってんねん。もうそんなどうでもいいわ、もう元で知ってるとか全然気になれん。お前気持ち悪いやっちゃな。おっさんお待ちかねの台所やぞ。誰も待ってへんけどな。えほんまに気持ち悪いやっちゃ。あ台所、もちろん台所じゃこっちや。おっさんのところの台所やっちゃったらな。地獄町だよな。おっさんこら立派な柱でんな。こら美衆若王さん、檜の八寸閣、新さり四方正、こういった木はちょっと他にはおまへんなと言うてから節穴を見る。おっさん、ないところに節穴がおまんな。こんなところに節穴があったら仮装にかかってお前なんでそんな声ちっちゃいねん。ボケたな。そんなところに仮装、そんなところに仮装じゃん。そんなところに虫穴があったら仮装に関わる。そっから H で足はよか。どこのリズムに乗ってんねんお前は。そんなな急に歌い出すようなやつの知恵、どうせお前梅木をするとか木を削るとかこない言うねやろ。梅木をしたら木に傷がつく、木を削ったら柱が遅なります。あれさして秋はあの札を貼っときなはれ、日よけ魔よけになって節穴が隠れます。どやどややないがなお前。最前からお前高校に助けてもうてて、お前おいねえ、あなるほどな、おお全然入ってけへんかった。なるほどな、秋葉藩のお札、秋葉藩の秋葉藩じゅうたら日よけ魔よけの神さんや。そのお札を穴に埋まってる穴も隠れるし日よけ魔よけになる。なるほどな、いや大たこに仰せられ浅瀬を渡るっちゅうことがあるけれども、まさにこのこっちゃな。これはもうただではほっとけんな。ただではほっとけんぞおっさん。そらただではほっとけんぞ。今度はギターの人の分のギャラもかかったあるな。いらんこといいな。え何かい小遣い。ああまあまあめったにないこっちゃやな。ほな小遣いやろ。ほならこれ持って帰って、あ帰りに二人でうどんでも食べ、1円。おっさん、おっさん、そこを1円では約束が違うな。誰がそんな約束をした。え誰がそんな約束をした。何や今のドドドドいうやつ。誰がそんな約束をした。え何が。ほ誰か来た。ちょっと何。あ違うね、あの今なうちの大阪の司令が来て、今ちょっともう忙しいね、あの小遣いやってな、あでもうちょっとやったらもう帰れんねん、もうネタ終わって。それから言うから後にしてくれるか、ほんまにもうな、邪魔だ。何や今のギターで奏でる言うてたけど、もうほぼ奏でてへんやないかい。そんなんもあんねんな。苦しゃあない、何か。何とかな、ああそうそう、1円で不満やちゅうてな。まあ、相場があるっていうくだりはもう飛ばしとくわ。ほならもう1円やるわ。2円これで持って帰れ。おっさんお国ありがとう、2円ももうだ嬉しいな。まあそれで言うかろ。えいやせやけどな、えお前のこっちゃん、ああまあまあこんなようできた知恵、ああどうせまあ伊藤さんからの入り知恵でもあんねやろわけれども、ああまあせやけれどもこんだけのことをよう頭へ入れてきたな。頭やお前がな懐へ入れてきました。
家の褒め方を何かの何か教えてもらう部分、そこそんなに動揺した初めてですよ。なんだろうね、今すごい気持ちいいね。悪い酒が飲めそうだよ。